信長の野望武将風雲録、もう言わずと知れた荒野の歴史シミュレーション対策ですね。プレイヤーは戦闘によって自国の領土を拡大していって、天下統一を目指すと、まあこの辺は皆さんよくご存知のところだと思いますけれどもね。新発売の外付けバッテリーバックアップシステムメモリーベース128に対応してるんですね。でもなんでいちいちそんなもん作ったわけ？さあなんででしょう。答えは9分30秒後。じゃじゃじゃん。